どうもカマスです。今日は前回やったこちらのアディダスコパピュアプラスのプレゼント抽選当選者発表をやっていきたいと思います。抽選方法はプレゼント動画でも説明した通り、もうサイズをランダムで買ってしまっているので、コメントをしてもらったサイズと合った人の中からルーレットで抽選をしていきたいと思います。今回応募条件がいくつかあったんですけども、まあ、残念ながらその条件を満たしていない人がいたので、今回その方は省いて抽選をしていきたいと思います。当選された方はこの動画のコメントに当選した〇〇ですというふうに、まあ、コメントをしてもらって当選者確定という形にしたいと思います。まあ、ただこの動画がアップされてから3日経過後も当選者が名乗り出なかった場合は、まあ、他の方にお譲りしたいと思うので、そのクリアで当選者も一緒に決めていきたいと思います。そして今回買ったこちらアディダスコッパーピュアプラスのサイズが 26.5cm ということで、11名の方が応募してくれたので、11名を3ブロック3人4人4人に分けて、各ブロック1名ずつ計3人を選抜し、最終抽選当選者決定をしていきたいと思います。それでは第1ブロックからまず1名選んでいきたいと思います。第1ブロックから最終ブロックに進む方はこの方になります。では次に第2ブロックから最終ブロックに進む1名を決めていきたいと思います。では第2ブロックから最終ブロックに進む方はこの方です。では第3ブロックから最終ブロックに進む方を決めていきたいと思います。第3ブロックから最終ブロックに進む方はこの方です。では3つのグループから選ばれた各1名ずつ計3人で当選者を決めていきたいと思います。アディダスコパピュアプラスの当選者はこの方です。ではこちらアディダスコパピュアプラスの当選者はこちらの方になりました。では先ほども言ったように、こちらの当選者から連絡がなかった場合に備えて、クリアで当選者も一緒に決めていきたいと思います。クリアで当選者はこの方です。では先ほどの当選者の方から連絡がなかった場合は、こちらの方をクリアで当選者としてこちらの方にお譲りしたいと思います。当選された方はこの動画に3日以内にコメントをしてもらって、そこからインスタか X かの DM でやり取りできたらいいかなと思います。また先ほども言いましたが、当選された方から3日経過後もこの動画に当選確認のコメントがなかった場合は、先ほどのクリアで当選者の方にお譲りしたいと思うので、そのクリアで当選者の方もクリアで当選の確認のコメントをしていただけたらいいかなと思います。また今後もプレゼント動画をやっていきたいと思うので、欲しいスパイクやサッカー用品などがあればコメントで教えていただけたらありがたいかなと思います。